第2阪和国道は、大阪府堺市堺区沖縄橋町,町から和歌山県和歌山市元寺町に至る都市計画道路である。本記事は、大阪府阪乱市から和歌山県和歌山市にかけての区間を中心に述べる。都市計画道路大阪回線に指定されている阪神高速15号堺線の終点を起点とし、 都市計画道路としては 53.4km で、大阪府内の堺市から、阪南市にかけては、大阪府道204号堺阪南線が、急道にあたる。また、阪南市自然田から、和歌山県和歌山市元寺町にかけての延長を 20.6km 区間は1995年3月に、地域高規格道路に指定されている。2017年4月1日に全線開通。 地域高規格道路区間では主に自動車専用道路として整備されており、速道は起点から 1.8km、大谷ランプから 1.1km の2カ所のみである。2017年4月1日に国道26号が第二阪和国道に一本化されて、旧道は和歌山県道、大阪府道752号和歌山阪南線へ移管。和歌山北バイパスは、 和歌山市大屋から同市元寺町に至る延長 2.2km のバイパス道路である。2003年4月2日に JR との立体交差部を除く全線の共用を開始し、木の国大橋が建設されたことで、木の川を溶かする周辺道路の渋滞が改善された。また、2008年10月には JR 帰省本線の立体工事が完了した。 専用部においての原付等の走行は禁止されていない。ただし、大谷ランプ以北は自動車専用道路のため、大谷ランプ付近に退出指示の看板がある。平日24時間交通量すべて大阪府内。ありがとうございます。